手塚さん。はい。今日は何話しようかね。なんか、でも、どうせネタ持ってきてんだよね。まあ、ネタと言ってはなんですけもうなんど、かドキドキしちゃってさ、まあ、最近。そうなんですよ。来るたびに。はい。でも、かかってこい。あれなんだけども、前に紹介してもらった花の作品のシリーズで、ブレス。あったでしょ？あの中で、花びらが、落ちている瞬間の作品があったでしょ。あります。ね、とってもこう、可憐な感じの。花びら落ちてくるのって、本当に花びらが落ちる瞬間、あれカメラの前でずっと待ってるの。なわけねえじゃん。そんな暇じゃないよ。いや、例えば、それは、なんだろう。いや、ハサミってわけじゃないけども、落として、その瞬間狙ってるわけ。それはね、企業秘密っすよ。言えるわけないでしょ、そんなの。はい、終了って。まあ、それは確かにね、作品のそれはちょっとね。まあ、ダメです。あ。ダメっす。それは ダメです。まあ、じゃあ、それはまあ、アシスタントにならないと見れないということいいこと言うね。その通りですね。で、例えばじゃあ、ヒントだけでも。今の？いやですよ。もう、その話終わり。はい、次。いや、まあ、まあ、しつこいのが、もともとね、特徴で、まあ、というところで、まあ、方法までとは言わないから、気になるんじゃないかなって。まあ、でも、手塚さん、それ、正しくて、あんまりもう、こう、テクニックをね、取得する時代でもないんだよね。実は。でも、あれはダメ。じゃあ、例えば、フォトショップでうまいことやってるってわけじゃないでしょ、高瀬なんだから。だからさ、そう言われ、またうまいよね。そう言われると、こっちも意地があるからね。さ、そしたら、ちょっと待っててもらえれば、そのヒントになったシーンというか、日常の光景なんですけど、実はあの作品のずっと後に撮ったものなんですけど、これがヒントになったんだよなってなんか気づいた時のきっかけになったその動画があるんで、それは見せていいっすよ。それ見せようか。ぜひぜひ。じゃあそこまでだったらいい。じゃあちょっと待ってて、探していきますよ、データ。これですよね、作品は。まあ今、もう一つ画面横に出しますけど、ちゃんとした。これっていいんですよね。このことですよね。そうです、そこう、でね、先ほども申し上げましたけど、比較的最近というか、あの作品撮ってからだいぶ後なんですけど、これがヒントになったんだよなっていうちょっとシーンがあるんで、動画出します。見てください。ちょっと分かりにくいかもしれないですけど、なんか言いたいことは分かるでしょ？普段なんかこう見過ごしてしまいがちな光景ではないですか？ですね。で、その作品、それ見て撮ろうと思ったわけじゃないんですよ、全然。こうやって花びらが落ちてるとこ撮りたいなって思って、で、方法どうしようかなってなった時に、その時の光景が思い浮かんだんですよね。まあ、言ってしまえば蜘蛛の糸かな、きっとそうだよね。蜘蛛の糸か何そうかだにね。こう引っかかった花びらがひら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 ずっと同じ場所で漂ってるっていう光景を見て、で、それがヒントで、
まあ、ある手法で撮ったってことなんですけど、まあ、割と今お見せした映像はあのそれと同じ、同じような光景にまた出会ったんでちょっと撮っとこうと思って撮ったのがまあ残ってたってことですよね。なるほど。うん、まあ、あの写真事務所にはあのバックヤードでミノムシとかクモとか飼ってる感じじゃないですよね。まあクモぐらいはいるかもわかんないですけど、あのまあまあ言っちゃおうか、じゃ あのグルーガンってあるでしょ、あの、はい、言っちゃうですね、もういいよ、工芸品、あ手芸品っていうのはあのリース作ったりする時は、はいはい、今どっかグルーガン持ってこようか、じゃあ持ってこう、持ってこう、あそうそうそう、ちょっと持ってきますね、はい、こういうやつです、これです、ええー、まあ今もうおなじみですよね、あのねホットメルトガンとかグルーガンとかホットボンド、これってあの僕らよく仕事で使うんですけど、あの商品とか固定した後にこう細い糸が厄介なんですよ、邪魔でしょうがない、ね、毎回それに煩わされるんですけど、あの、はい、逆にその糸を利用しちゃえって感じでだからそのこれなんですよ、この細い糸だからもう写真に写んないぐらいあの細い糸が出てるんで、まあ、それを花びらにくっつけてこうやってふわ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 させて手伸ばしてシャッター切ったっていう、でフィルムだからあのデジタルじゃないですよ、あの大判カメラで撮ってますから、なかなか大変でした。いやでもそこまで見せてもらっちゃってよかったのかなって思ったらなんですけど、ダメですよだからさあなたが絡むと結構こうなっちゃうんだよね、もう余計なことまで喋らされるんで、もう出入り禁止にしようかな、やっぱり引き出し上手というか、ね、まあちょっと最近ね、あのご無沙汰だったし手塚さんも久しぶりの出演だったからさ、じゃあ今日はもうそんなところで勘弁してください